皆様こんにちは。今回は前々から言っていたメディア縛りメイクをしたいと思います。こんな感じのメイクに仕上がってます。メディアはカネボウから出ている化粧品で、ドラッグストアでプチプラで、行きやすいファミリーマートでも取り扱いがあるので、気になった商品があればすぐにチェックできると思うので、ぜひ少しでも参考になれば嬉しいです。カネボウメディアラスティングベース化粧下地。これだけでこうワントーンお肌が明るくなります。大人のたるみ毛穴もカバーって書いてあったんですが、確かに毛穴もこうちょっとボケてる感じがします。すごいしっとりしていて、ちょっとピンクっぽい液なんですけど、これだけで結構肌が均一になります。ただ SPF20PA2+ っていうのがちょっとこの時期には物足りない SPF 値かなとは思うんですけども、でもいい感じ。そしてファンデーションはカネボウメディアリキッドファンデーション UV PO B1、 明るいソフトな肌の色、 SPF30PA2+ を購入してみました。メイクアップツールは売っていなかったので手で伸ばしていきたいと思います。あ、綺麗ですね。ちょっとピンクっぽいので自然に血色を上げてくれる感じがします。この下地のおかげなのか、ファンデーションとの相性なのか、ここら辺の頬の気になる毛穴もすごい綺麗にカバーしてくれてます。しっかり保湿されてる感じはするんだけど、ベタつく感じもないし、コンシーラーなしでもかなり綺麗にカバーしてくれていると思います。若干この辺のシミはうっすら見えてるんですけど、こう叩き込む感じでちょっと、今日は台風が来るって言われてる日なんですけども、外はすごい雨降ってるけど台風大丈夫そうですね。メディアブライトアップチーク NWT01 ホワイト系フェイスカラー。こうルースパウダーを置いていないのでスルスルとはいかないんですけど、ポンポンポンとのせるとかなり自然な感じでツヤっとさせてくれます。変にギラギラする感じもなく、さっきあったシミもこうブライトアップして飛ばしてくれる感じがあります。結構自然なツヤ感なので、目の下らへんにもそっと置いて、クマ飛ばしにもいいかも。自然で綺麗です。付属のブラシも結構ボリュームあって塗りやすいですね。次にチークはメディアブライトアップチークの RD01 番を買いました。笑って高い位置に。あ、かわいいカラー。あ、結構つきがいいですね。つきすぎちゃった。あ、めっちゃかわいい色。塗りすぎちゃった。反対側でぼかしていきます。すごい発色がいいです。すごいつきすぎ注意なんですが、かわいい色です。そしてアイメイクはこちらのメディアブライトアップアイシャドウしか売っていなかったって購入品でお話ししたら、ファミリーマートに3色展開のものが売っていますよってコメントいただいて、すぐに購入してきました。今回は PK01 番ピンク系を買ってきました。本当だ、なんかすごいパール、下まぶたの目頭側にも若干ピンクがかっているので、下まぶた目頭側に置いたら可愛い。で、真ん中のピンクをアイホール全体に塗るんですけども、これをチップで塗っちゃうとかなりがっつりついちゃうので、ちょっとふわっとのせたいのでブラシでのせていきます。ブラシでのせると本当にうっすらピンクって感じですね。下まぶたの中央あたりにもピンクを。あ、このピンクは下まぶたに使うとすごい可愛いかも。ブラウン系の目元にしたいので、ピンクの上からちょっとブラウンを全体的に重ねていきます。で、先ほどのピンクのブラシで
ブレンディングします。こうするとブラウンも強くなりすぎずに、あと下まぶた、目尻、そしてまつげを先に上げておきます。まつげパーマ明日行くんですよ。もうパーマが取れてしまっていてバラバラなので、今回はビューラーで上げます。そしてアイラインはこちらのメディアラスティングライナー、自然な茶色を買ってみました。では目尻から、あ、本当に自然、目頭の方は細く目尻に向けて太めに。私いつもアイライン描いた後、目尻以外の部分をアイシャドウでぼかしたくなるんですけど、本当に自然なブラウンなのでぼかしがいらない。で、まつげが迷ったんですけども、ロングを買いました。メディアロングマスカラブラック、ストレートタイプのコームになってます。結構このコームは塗りやすいですね。自然に伸びてくれるし、ダマになりにくく綺麗につく感じはします。うん、まつげパーマ取れてあっちこっちまつげが向いてる割には綺麗につくかも。やっぱり私第3のマスカラカールキープはすごいんだけど、なんかダマになるっていうか綺麗につけれないんですよね。若干カールが落ちてきてピーンと上向きって感じではないんですけど、綺麗につくからそこはすごくいいですね。これが一番高かったんじゃないかな、どうだろう。メディアダブルアイブロウペンシル&パウダー NB1 自然な茶色を購入しました。今日は眉尻から描いていこうと思います。結構平たい丸で描きやすいですね。で、確かに自然なブラウン、がっつり色が出るわけではないので自然にぼかしてくれますね。これ一本で眉もノードシャドウもこういう感じで仕上がっちゃうのはいいですよね。リップはメディアクリーミーラスティングリップ OR10 番、こちらも視聴者さんのおすすめカラーです。若干パールがかってるんですね。メディアはリップが強いらしいんですよね。すごいたくさんのリップが発売してました。ちょっとブラウンがかった赤みでとっても可愛い色ですよね。ただちょっと私30代がつけるとこのパール感がややおばさん臭くなる感じがします。色めっちゃ可愛いんですけどね。あとこのパール感で縦じわがより目立つ感じもしますね。色は赤なんだけどつけやすい若干ブラウンがかった絶妙なオレンジレッドって感じですね。あと最後にハイライトを、ここにつけて明るさを出して完成です。いかがだったでしょうか。全体的に商品は良かったです。前回セザンヌ縛りメイクをしてるんですけども、セザンヌコスメは私はもともとチークとか大好きでベスコスでも選んでいたりする商品もあるんですけど、アイシャドウとかもすごく発色いいし、いい商品もたくさんあるんですけど、なんかいい商品と合わない商品がすごい差が激しかった感じがしたんですね、セザンヌコスメは。なんですけど今回メディアのコスメは全体的に良かったかなって思います。中でも特に気に入ったのがこちらですね。メディアのブライトアップチークのホワイトとレッドがとても発色がよく、ふわっと綺麗に発色してくれるのでとっても気に入りました。一通り撮影し終わってやっぱりまつげは若干下がってきてしまってるんですよね。すごく塗り心地は良かったんですけど、カールキープはあんまりかな。あとアイシャドウのピンクも下まぶたや目頭に使うとすごい可愛かったです。下地もね本当に肌綺麗に見せてくれて優秀だなって思います。あとこのアイライナーが結構自然なブラウンで薄付きなので、あんまりアイラインを強調したくないナチュラルメイクの方はこの絶妙な感じいいかもしれないです。すごいオフィスメイクとかに良さそうな感じです。はい、ここまで見ていただいた皆様ありがとうございます。またこういった縛りメイクもやりたいなと思っているので、チャンネル登録もお願いします。そしてリクエストもお待ちしています。関連動画にはセザンヌ縛りメイクとあなたへのおすすめを貼っておきます。
また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。Great till you added color.